キャラクターとしての、ニョロニョロとは、児童文学作家、トーベ・ヤンソンの作品である、ムーミンシリーズとコミックストリップに登場する、キャラクターの一つで、その日本語版における名称。スウェーデン語では、ハッタフネと、フィンランド語では、ハトバーティという。群れをなして、山野を動き回る、真っ白なキノコのようにも見えるもの言わぬ、正体不明の、 小さな生き物で、ムーミントロールたちが暮らす世界のあちこちに存在する。初出の時点で、名前はなかった。常に群れを成しているため、多くの言語では、通例、複数型で呼ばれる。ただし、日本語は、単数、複数の使い分けをあまりしないため、群れていようが、基本的に、複数表現はせず、ニョロニョロという存在を指す場合に、複数表現をする。 ニョロニョロ白そうめんだけ全身が白く、先端が丸くなった円柱状で上の方に二つの丸い目を持つ。しかしそれ以外の口や鼻などの感覚器は見られない。目の下の高さから側部に並んで4から5本の短い触手を備える。足元は真菌類のそれのように菌糸が根を張るように地面を捕まえている。 背丈は大きくても、ムーミントロールたちの半分ぐらいの高さである。目の色は、環境によって変化する。耳も聞こえず、話すこともできないが、テレパシーで会話する。地面の軽微な震えを感じ取ることができる。大きな群れで活動し、常に、奇数の個体で、ボートに乗る。毎年時期になると、特定の島に集合する。天候に敏感。雷によって帯電し、 近づくものを感電させる。気圧計を大切にしている。白い種を巻くことによって生まれてくる。下地祭の前の晩に、その種を巻くとニョロニョロたちが地面から生えてくる。キャラクターとしての存在感は大きく、東米アンソンに独特の世界観を形成しているものの一つと言って、良い。商品展開などでもニョロニョロたちは単独で成立し得る強さがあり、そのような商品が、 数多く発売されてきた。また、作品と共とにこのキャラクターに親しんできた人は多く、ニョロニョロに似た何かが話題に上がることも珍しくない。例えば、2010年代の北海道伊達市大田区では、凍てつく冬の洞窟内に生まれた無数の氷たけの子がニョロニョロにそっくりだということで、ニョロニョロを見る観光ツアー、神秘の洞窟氷たけのこ探訪を企画するなどして、 地域おこしに活かしている。また、キノコに詳しい人々の間では、腹竹目の白そうめん竹がニョロニョロによく似ていることが知られているが、2018年10月、その写真がツイッターで取り上げられると面白いネタとして、やっぱりニョロニョロの正体は、キノコだったなどと話題になり、ツイートは1万2000件以上拡散された。ありがとうございます。